歌うファイナンシャルプランナー丸ごと英二のコーナー。さあ今月も始まりました。続いてのコーナーは歌うファイナンシャルプランナー丸ごと英二のコーナー、武田関さんの提供でお送りいたします。武田さん本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして今日はゲストの方、はい、お越しいただいております。はい、今日はね、はい、坂出で今ね分譲をね、はい、分譲というのは土地を売ってそこに建物を建てて、お売りしている不動産屋さんで、はい、僕 の、 不動産コンサルティングマスター研究会のね、はい、仲間であるマリモハウスという会社の、はい、大倉秀則さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、でね、まあ青葉町の方で、はい、分譲をしてるんですけども、はい、まあ、ちょっとね場所が分かりにくい。 ね、はい、坂出商業高校のグラウンド、はい、のところのねすぐ西側の、はい、道をね、はい、北側に入っていけば行けますのでね。じゃあもう学園通りの近く、ね、そうですね、塾のレーゼクライスト、はい、今だったら穴吹さんがなんか分譲とかね、はい、してたり、以前は三沢さんが分譲してたりね、はい、その、メイン通りですね、はい、沿いからちょっと北に入ったところで、はい、今4区画やってますので、はい、その説明をねちょっと小倉さんからしてもらおうと思うんですけど、小倉、はい、さんどうぞ。ありがとうございます。はい、今回は本当お招きいただきましてありがとうございます。はい、固くならずに、はい、はい、そうですね、まあ、今もう本当武田さんおっしゃった通りなんですけど、今回初めて坂出でですね、はい、弊社の方として分譲させていただくということで、まあ、全部で4区画しかない小さな、はい、分譲団地なんですけれどもね、はいはい、でそこの今団地のところで2区画ですね、はい、弊社の方でモデルハウスを今建築してます。はいはい、でそのモデルハウスが、ちょうど建物が完成しましてですね、はい、今ちょうど外構工事を真っ最中なんですけれども、はい、それがちょうどもう、今月末ぐらいから終わって皆さんにこうお披露目ができるように、なってきましたんでですね、はい、ぜひちょっと武田さんに告知させてくださいということで、はい、結構前からお願いして、はい、ちょっと今日、ね、お邪魔させていただきました。はい、今ね、はい、KBN ご覧いただいている皆様には画像の方も載ってますが、今見ていただいているお写真がその分譲地の、そうです、はい、まあ、絶賛まだ今本当外構工事中なんですけれどもね、はい、これは2階建ての方ね、そうです、はいはい、33坪ありまして、うん、はいはい、で4LDK なんですよ。はい、なんかすごくすっきりとした外観ですね。はい、ありがとうございます。まあ、シンプルモダンっていうジャンルで私たち今、はい、こちらの住宅に関しては建てさせてもらってるんですけど、はい、まあ、本当すっきりしたデザインですね。でこれ大体、まあ、総額で大体おいくらぐらい、ですね、まだ販売価格は、うん、これからになるんですけど、はいはい、一応販売予定価格としては大体3400万円前後、土地建物、はい、外構、はい、合わせてですね、はい、なかなかね、まあ、手が届きやすい、そうですね、とこですね、はい、駅からでも多分徒歩あそこだと15分ぐらい、あ、そのぐらいですか ね、 ね、はい、だから歩ける距離ですし、はい、まあね、阿波町って結構ね、まあ、はい、まあ、昔からね歴史ある町といいますか、ね、そうですね、うん、まあ、お店もありますし学校もありますし、す、ね、病院もありますし、うんうん、なんか環境的にも整ってる印象がありますよね。そうですね、なんか、まあ、昔はね青葉町のその、はい、グラウンドの西側ってね結構ね細い道がいっぱいあったんですよ。はい、でね、なかなか車で通るにも3メートルとかね、でちょっときつげなところがあったんですけど、最近いろいろ再開発といいますかね、まあ、空き家になってそれが潰されて、はい、それがまた新しい戸建てがね、はい、どんどん建ってきてるんです。でね、新しい戸建てが建つ時って、はい、前の道路を中心線から2メートル、はい、セットバックいって下がらないかんので、はい、必然的にこう建て替えが進めば進むほど道路が太くなってきて、はい、どんどん住みやすい街に変わっていくんです。ですからね、まあ、辺りぐっと変わりました。あ、そうなんですね、明るい雰囲気になってますね。ね、だからまあ
あそこ航空でいうと、まあ、堺で小堺で中航空ですが、はい、もしねあのお子さんが付属にね、はい、もしあの受験されるされていくということになれば、もう付属小学校まで言ったら本当にものすごい近い。そうですね、もう幼小中とね、そうそう中学校なんかもう本当にもう数分だと思いますよ、ね、で堺商業行くともう隣みたいな。そうですね本当に、はい、ね、ですから、まあ、堺出でね、まあそのまあ、学校行くにはね、はい、便利やし、マリオセンター近いしね、うん、駅も近いしということで、はい、すごくいいところだと思います。そうですね、ただ分譲地がねやっぱりちょっと見えにくい、お家がねやっぱり一軒昔からのお家があって、はい、それでちょっと分譲地が見えにくいところがあるので、はい、まあ、今後多分売り出しするにあたって、まあ、旗立てたりステー看板、うん、作るなりね、何らか ね、 そうですね、ぜひした方がよろしいじゃない、 工夫しないとダメですね、ないかなと僕は思うんですけど、ね、あると思います、はい、どうですか、参考にさせていただきます、はい、本当にあの入り口のところとかですね、うん、看板立てたりとか、ね、はい、いろいろしてこう目立たせていきたいなとは思ってるんですけど、うん、ようやくあの建物が立ち上がりますとね、うん、皆さんあ、そうそうそう、やっとできたのかっていうので、ね、そうですね、お問い合わせいただいたりとか、はいはいはい、まあ、造成工事の段階から今武田さんおっしゃったように、あの学校区が結構その付属にお考えのお客様とかですね、そういうところで結構お問い合わせは、うんうんうん、多くいただいてましたので、はいはいはい、そういう意味で言うとやっとこう建物もできて、うん、マリモハウスってどういう家を建てるのっていうので見れるものがあるので、はいはい、結構これはいいかなと思います。で先ほど映ってたのは2階建てですけど、はい、平屋もある。そうです、もう一つ横にですね、はい、4号地ですかね、はい、モデルハウスで今平屋を今建ててまして、うん、でそちらちょっとお写真はないんですけどね、はい、坪数でいうと大体24坪ぐらいで、コンパクトな 3LDK のギュッと詰まった平屋なんですけど、結構今香川県内全体的に平屋のニーズってものすごく今あってですね。そうですね、はい、うん、ですんで私たちも注文住宅で建てさせていただくときなんかも平屋で建てたりとかっていう、うん、ご注文よくいただくんですけど、うん、今回そういったところなんかを考えて一区画はちょっと平屋で、うん、そうですね、平屋って憧れますね。やっぱり、うち実家がもう狭い場所に建てたので、はい、3階まで上がらなくちゃいけなくて、なそうなると年齢を重ねるごとに両親なんかまず3階行かないんですよね。はい、そうですよね、うん、で1階で完結したいけど、はい、ちょっとやっぱり居住スペースがってなると階段しんどいなって言いながら上がってるので、はい、そうですね、やっぱ平屋でね、まあ、将来的なことも考えるといいのかななんて思いますけど、これプランニングも確かにそうで、2階建て今回今先ほどお写真でお見せしましたけど、はい、あれもですねゆくゆくはやっぱり2階使わなくてもいいような生活ってことで、はい、1階にリビング、大きなリビングの他に1部屋、はい、将来寝室に使えるようなですね、はい、お部屋をちょっと確保してまして、で2階に3部屋っていう形の構成なんですね、はい、ですから将来的には1階だけで生活ができるっていうところも考えた2階建て、うん、まあね、子供が巣立ってね、そうなんですよ、はい、そうですね、2階は物置になるんですよ、そうです、暑いですしね、暑い夏は暑いですしね、はいはいはい、そうなんですよね、はいはい、まあね、まあ、これから本格的に、まあ、販売とのことなので、はい、まあ、ぜひね、まあ、皆さん、マリモハウスね、まあ、はい、マリモさんってね坂出でいうと私立病院の近くにポレスターっていうマンションがあって、はい、あれね、ま、親会社のマリモって会社なんですよ。そうなんですね、施工主がね、でそれの関連会社でマリモハウスということで戸建て部門ということでね、はい、やられてますので、ぜひ皆さんね、はい、まあ、私でもいいし、ね、直接マリモハウスさんお問い合わせいただいてもいいし、まあ、現地直接行ってね、今だったら外観見れますし、はい、そろそろあれでしょ、現地販売会もやるんでしょ、そうです、ね、完成見学会も、ね、はい、はい、またね、なんかお知らせがあると思うんで、ぜひともね、はい、せっかくなので中も教えていただきたいんですけど、はい、はい、どうぞ、ぜひどうぞ欲張りなんで、はい、はいはい、リビング、そうです、これがリビングですね、はい、ちょうど奥の方にダイニングも見えてますけども、はい、このダウンラウトね、おしゃれね、そうですね、はいはい、で内装に関してはこのソファーですとか、はい、こういうガラステーブルですね、はい、あとダイニングテーブル、カーテン、照明、うん、全部お付けして、
販売してます。それって助かりますよね、うん、なかなかね、あのセンスのいいお家に住みたいなと思っても何を揃えていいのかわからないっていう、やっぱりどうしてもお家って全体のトータルのコーディネート、うん、調和が一番やっぱり美しく見せれるかどうかっていうところですので、うんうん、あの私もねモデルハウス実はもう5年前に自社で作って建てたものを買って住んでるんですけど、はいはい、あのやっぱお客様来るとあの全体のこうコーディネートで、うん、あのまあ、注文で建てたんでしょって言われるぐらいのですね、うん、クオリティで仕上げてますんで、はいはい、結構その辺は統一感があって、はい、すごく見てて、あの綺麗かなと思いますね、はい、なんかすごく広く感じますね、はい、ありがとうございます、あと水回り、そうですね、あ洗面、洗面化粧台収納、はい、多いですね、そうなんですよね、もう、はい、あらかじめ収納棚をですね、こういう形で据え付けてまして、まあ、こういう形で要は生活のライフスタイルも、うん、あのイメージしやすいように工夫して建てておりますので、ぜひあのモデルハウスの方ですね、はい、建物の中もあの見ていただきたいなと思ってます。そうですね、はい、まあね、福田さん僕見るといいですね、はい、まあそうですね、今日きっかけにね、いやいや本当に反響がどしどし来ることをお待ちしてますんで、はい、はいはいはい、じゃあまあね、まあ、建物の話はまあこれぐらいにして、はい、で大倉さんといえばやっぱりスポーツ、はい、あ、そうですね、ね、スポーツ大好き、はい、で前ね飲み会に何キロもね、はい、汗だくで来てね、はい、高松の何しよったんやね、走ってきたんですよ。え、どこからどこまで、武士登山なんですけども、はい、あの武士登山からあれはどこでしたか、梶山町まで、あの走って何キロある、いやそれでも片道、まあ、8から10分ぐらいですかね。いやそれでもっていう距離じゃないです、はい、走ってあの、行きまして、皆さんに汗だくでご迷惑をおかけしたんですけど、いやいやすごいですね、はい、そうなんです、彼ね、あの今もサッカーやってる、あ、サッカーやってます、そうなんですね、スポーツマンなんですね、じゃあね、そうですね、スポーツや、あのずっとやってたんですけれども、うん、やっぱり子育てがずっとやっぱりありましてね、はい、子供3人いまして、はい、一番上はもう今年から就職してましてですね、で2番目は今大学生で県外行ってるんですけど、3番目がちょうど高校3年生ってことで、はい、まあ、だんだんこう手が離れてきて、はい、で、まあ、夫婦だけの時間もやっぱ多くなってきたもんですから、なかなかちょっと外に行くきっかけがないなっていうことで、はい、あの走ったりとか、まあ、サッカー復活したりとかですね、そんな感じでなるべく外に出て、あ、ね、あの体を動かすようにしてます、ね、まあこのね、お腹が出てない僕と違うねこの体型の状態です出てますね、いや出てないです、今へこましましたね、へこましましたでね、まあ大倉さんといえばね、この方あの新潟なんです、新潟のご出身で、ご出身が新潟、うん、でまあね、まあ、新潟といえばお米、はい、お酒、はい、なんですけど ね、なんか新潟アピール、新潟、そうですか、新潟は本当雪がね、うん、多く降るんですよね、はい、でまあ、こっちの方に聞くと本当新潟に縁もゆかりもない方ばっかりなので、 あんまりちょっとこう、ね、はい、行ったことない方が多いと思うんですけど、そうですね、私も行ったことがないです、そうですよね、もう行ったことはないんですよ、まあ身内にね新潟から新潟の人がいるんですけど、そうですよね、行ったことはない、お酒ばっかり、お酒の話ばっかり、ね、とにかくお酒をこう私もお土産で持ってきたりとかすると、うん、すごく美味しいって言っていただくんですけど、ほんとお水みたいなね、さらっとしたこう、上善水のごとし、そうそうなんですよ、あれそうやね、まさにその通りなんですよ、うんうんうん、なのでちょっとパンチがないなっていうのはよく言われます、ね、いやそんなことない、そんなことない、そうですか、そんなことないですよ、もう新潟の酒やもう本当ですか、うん、僕あのいつもね、その、はい、まあ、義理の弟がそうですけど、謙信とお酒をね、謙信、はい、ね、上善謙信の謙信とお酒があって、はい、それを送ってもらうんやけど、はい、そりゃもう米の匂いはもうプンプンするし、はい、もう後味はそれでいてすっきりやし、はい、もう最高、あ、うん、検診なかなかねないんですよ、あ、そうなんです、こっちでは飲めない、こっちではなかなか ねだから、はい、あの八海山とかね、八海山とか有名なものは売ってたりしますけど、うん、そうですね、本当にね美味しい、うわこんなあるんやみたいなのは、はい、やっぱりねなかなか地元だけでしかって感じですか、ね、あとね地元だけいうか東京、はい、あ、で泊まるんです、そうですね、もうなかなか香川までは来ないんですね、ね、
え、その他なんか観光とかどうですか？観光はそうですね、まあ本当水の都ですからね、うん、あの磐梯橋とかね、あの弥彦山とかね、いろんな、うん、あの自然もいっぱいであるんですけど、うん、僕自身があんまり新潟ってもう離れて長いんでですね、あずっと全国行ってますから、ね、はい、でこっち来てももう9年になりますんでね、最近は本当何年かに1回ぐらいしかちょっと帰ってないんですけど、帰るとやっぱり結構その 駅ビルが新しくなったりとか、結構目まぐるしく変わってきてますね、道路も新しくなんか都市計画道路が通ってたりとか、あれこんななってるんだと思ってですね、もうちょっとびっくりしてます、ね、各栄さんもね、そうですもういないんだけど、そうです ね、 ね、はい、新幹線とかが通ったりとか、ね、かなりちょっと優遇してもらった感じはありますけどもね。そうですか、はい、なんかやっぱり香川と比べると北の方にあるから、はい、夏とか涼しいのかなってイメージあるんですけど、もう暑いですよ。暑いんですか？夏はもうこれどこも暑い。暑いです。最近天気予報を見てて、そうそう、秋田とかでも30何度とか言ってるでしょ。確かにそうですね。そうなんですよ、もう日本全国、ね、なんか熱帯地になってしまいましたな、ね、いう感じですね。で冬はまた寒いじゃないですか。雪も降ります、うん、雪も降りますね。雪はね、もう大変です。雪かきしてたんですか？してました、もう一生懸命朝出社したらもう大体1時間ぐらいはずっと雪かきからスタートするのが冬ですんで、でもその分お家の中暖かくして過ごすんですよ ね、 すね。住宅の性能に関して言うとやっぱり香川県よりも、まあ、断熱なんですかね、うん、冬のその暖の取り方とかはちょっと工夫はいりますね、うん、なんか新潟の友達が香川に冬に帰ってきて、うん、香川寒い家がって言って、家がですね、家が寒いって言ってて、家が家が家の中が寒いって言ってて、ありますね、なるほどね、はい、こっちの方がこうなんていうか通気がよくできてる。なんかそんなにね、その寒さのための対策っていうところに重点を置いてないのかもしれないです、はい、窓の外にもう一個窓があったりとかですね、あ新潟の玄関の外にもう一個玄関があったりとか、あそうなんですよ、こう風除室みたいなこうあの囲ってるんですよね。あなるほど。でも家の中は常にこうポカポカにしておいてっていう、廊下とかも含めてですね、だからあのあれですね、ヒートショックとかっていうのね、うん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 、逆に言うと少なかったりするんです、ね、ああいう寒い地域の方が、うん、香川県って結構 ね、 ね、うん、廊下まで暖かいところってなかなかないですよね。なかなかね、うんうん、冬もけど私やっぱ体感が雪国仕様なんで、うんうんうん、こっちでやっぱ冬迎えるとやっぱ暖かいですよ。そうなんですか？暖かいですやっぱり。そうなんですね、はい、汗かきますもん、はい、やっぱり冬でもやっぱ暖かいです。布団も干せますし、洗濯物も干せますし、すごく住みやすいな、まあ、まずもって雪降らんからね。いやもう最高ですよ。雪降るともう車の運転がもう怖くて怖いですよね。なんかね、なんか常にもスタッドレスで運転するでしょ。向こうですね、そうです向こうですよね。けどこっち来てからはもう本当にタイヤ交換しないので、あそうなんでやっぱりブレーキのかけ方とか、うんうんうん、もし万が一雪降った時なんかはブレーキは本当こうじわっとこう、ギュッと踏まずにじわっとこうね、エンジンブレーキうまく使いながらとか、加速もあの強く踏まずにちょっとじわっと、もう大体あの雪の中雪降り積もるともう泣きそうになりますからね。なんかね、何回かありましたね、私こっち来てからも香川県でも雪降った時がね。そんなにないですけど、多分ね、あの雪国の人たちにとっては何でもないことが私たちにとったらもうどうしようってなります。パニックになりますよ ね、 ね、もう歩くことからね、できなくなるんで我々は ね、 そうですよね、ね、まあね、まあね、あの新潟の話もね、はい、もうもっとお聞きしたいところではございますけど、ありがとうございます、はい、まあちょっと最後になんかちょっと、はい、もう一度、はい、ちょっとね、あの分譲地のお話を ね、ありがとうございます、はい、じゃああのせっかくですんで、はい、まあ今からちょうどですね、建物の方が完成して、本格的にあの販売開始になります、堺で青葉町ですね、こちら4区画になりますけれども、まだ土地は、空き土地が2つ、土地から1から注文住宅でも承れますし、はい、建物に関しては、2階建てと平屋建てとそれぞれ、3000万円前半で、販売の方をさせていただこうと思ってますので、間取りも多少は変更しさせ大丈夫ですね、ご希望を聞いていただければ。そうです、あの土地からの、はい、土地から建てるものに関しては、はいはいはい、1からで完成している建物に関してはもう、うん、
これからちょっと変更はちょっと難しいと思うんですけど、はい、もちろんもちろんもちろん、はい、まあ、もちろん追加工事でね、はい、少しこうカスタマイズしてなんていうお客様もいらっしゃったりするんで、はい、その辺は全然承れますんで、はい、ぜひよろしくお願いします、はいはい、じゃあ、まあ、あのマリモハウスの、まあ、分譲地ね、はい、青葉町でございますので、皆さんぜひね一回ちょっとね覗きに行ってもらえたらと思います。はい、はい、ということで今回はマリモハウスから大倉秀則さんにお越しいただきました。大倉さん、武田さん、ありがとうございました。